こんばんは、ロビスタからお送りしております真夜中ですけれども、10分間ぐらいおしゃべりしようかなと思いますので、見ていただいている方はお付き合いください。うがいさんこんにちは。あ、こんばんはですね。あ、哲郎さんこんばんは。今日はですね、2つお話ししたいなと思っていて、で1つはですね、今日の配信から、オーディオインターフェースをちょっと入れてみました。前から、持ってはいたんですけれども全然使っていなかった、タスカムのなんだっけな、なんとかクリエイターっていう、今コメント欄じゃないや、テキストのところにありますけど、ミニスタジオクリエイターっていう、オーディオインターフェースを使って、今日の、音声は撮っています。昨日までの配信と、どうですかね、音声なんか変わってますかね。あんまり自分だとちょっとわからないんですけれども、これもですね、実は去年の9月かな、あがた森生さんと、ビー玉ラジオという、YouTube ライブで配信を、2回ほどした時にですね、1回目に iPhone で、配信した時に全然音が聞こえないっていう、ことを、見てる方から言われて、あ、これじゃあかんなと思って買ったんですけれども、結局なんか使いこなせずに、そのまま、お尻の中に眠っていました。で、このロビスタの配信を始めるにあたって、まあ使ってみたいなと思ってたんですけども、ちょっと本当に配信始めてちょうど今日で1週間目ですね。なので、まあステップバイステップで一つずつ解決していくっていうようなことをしていたので、やっと、取り入れることができたという感じです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとごめんなさい、パソコンの操作をしていますけども、なんで、まあちょっとそのマイクの方もコンデンサーマイクでオーディオテクニカのものを使っています。あんまりこういうのを使って喋るっていう経験がなかったので、おそらく昨日までのものっていうのは配信は、Mac のですね、内蔵マイクを使って配信していました。まあ聞いてると意外と Mac の内蔵マイクでも割といい音で撮れているので、そんなに悪くないかなと思ってたんですけど、どうですかね。マイクはですね、オーディオテクニカのなんだっけ、これもテキスト欄に書いてますけども、オーディオテクニカの AT2020 っていうものを使ってます。そうですね、あ、ちょっとお風呂が沸きましたね。今週末はですね、土曜日に、僕の祖父が、銀座画廊美術館というところで、展覧会に参加していたので、それを、見に行ってきました。で、祖父が喋っているものを、iPhone で撮って配信して、15分ぐらい喋ってるのを撮って、配信したんですけども、結構これが、やっぱり YouTube ライブで出したものっていうのは本当によく見てもらえるんだなって言って、270人ぐらいですかね、見てくれていて、多分うちの祖父はそういう風に配信されていてもそんだけ見られてるって多分気づいてもいないと思うんですけれども、意外と拡散力があって面白いなと思いました。で、まあ僕の祖父は金沢で書道をやっていて、まあ東京にもだいたい月に1回ぐらいは来ているそうなので、ちょっとここのスタジオに呼んで、話をしてみるみたいなこともやってみようかなとは思っています。で、土曜日はその後にですね、そうだ、その銀座画廊美術館で祖父がやっているのを見に行った、合間にですね、東京タワーでやっている、なんだっけな、名前ちょっと忘れちゃったけど、なんか文化なんとか美術展みたいなのも見に行ってきて、これもなかなか面白かったので、また、日を改めてご紹介したいなと思っていますけども、それを見て、その夜はひまスタの高円寺の方に遊びに行きました。
で、やっぱり配信始めてから、自分で配信を始めてから初めてヒマスタに行って、見ると、あ、なんか見方が変わりますね。どういうふうに照明やってるんだろうかとか、カメラをどういうふうに設置してるんだろうかとかっていうのをちょっと細部を観察したりとかして、やっぱり自分のこのスタジオにフィードバックできることないかなみたいな感じに、マインドが変わってるのが面白いなと思いました。で、あ、お風呂が沸いた音がしてますね。河合さんにちょっと聞いてみて、その自動スイッチングでやっているこのヒマスタ型スタジオっていうのは、まあ全国いろんなところに今出ているんですけれども、お、なんかカメラが1個消えたぞ。出ているんですけれども、自宅で配信している人っていうのは僕以外にいるのかって聞いたところ、まあ、横浜の方に1人いらっしゃるっていう話を聞いたので、他にないかって言ったら僕が2番目だっていうことだったんで、まあ、都内ではじゃあ1番なんだなっていうことで、都内初のヒマスタ型自宅ということで今後やっていこうかなと思っております。で、神田さんの、ポルトガル帰国報告会っていうのを、聞いてきて、非常に面白い話だったんですけれども、まあ、それはちょっと、ヒマスタの動画とか、神田さんのノートとかを見ていただけると詳しいこと書いてありますので、そちらを見ていただきたいなと思っています。で、今週末はですね、横浜で CP プラスっていうカメラとかこういう、映像配信機材とかの祭典というか展示会をやっていて、すごく行きたかったんですね。日曜日本当に行くつもりだったんですけれども、ちょっと、寝坊しまして、日曜日ですね、目が覚めたらもう昼過ぎで、ちょっと、家のこともやんなきゃいけないなっていうので、まあ、終わった時点で2時半ぐらいでしたかね。それから CP プラス行っても多分1時間も見られないっていう感じなので、まあ、ちょっと、行き損ねたなっていう感じなんですけれども、ちょっとその後は、中野の富士屋エイビックに行って機材を見てきたりとか、新宿の、ヨドバシに行って少しケーブル買ってきたりとか、そんな感じの週末を過ごしておりました。配信も本当はこんな夜中じゃなくてですね、もうちょっと浅い時間にできたらいいなって思ってたんですけれども、なんだかんだと言って、線をつないだり抜いたりつないだり抜いたりしてたらこんな時間になってしまいました。もう夜も遅くなりましたので、お風呂も来ましたので、今日はこの辺で配信を終わろうかなと思っております。ではまた明日、おやすみなさい。